日本一のそろばんの生産地兵庫県小野市から播州そろばんの使いやすさを紹介させていただきます。紹介するのは播州そろばんマン宮永秀隆です。よろしく。この伝統産業会館はそろばん博物館でもあり、古代そろばんからそろばんの歴史を学ぶことがここでできます。そろばんには普通そろばんとワンタッチそろばんがあります。はい、ここが世界で一つしかないというソロバンが作れるソロバンビレッジです。あなたの国でも一つのソロバンが作れます。もしよかったら私を呼んでください。行きますよ。播州そろばんはこのように職人たちの技が結集されて作り上げられたそろばんです。子どもたちにとっては使いやすく弾きやすいそろばんです。世界のそろばんの愛好者の方、どうぞ日本の播州そろばんを使ってちょうだい。